ご無事でございましたか、信長様。若若、うん、おお、ご苦労さん、ご苦労さん。無事じゃ、無事じゃ。何でございますか、その身なりは。それに馬はどうされたのです。馬、馬か。馬なぞ食ってやっと。あ、こういうのはなんか違う感じですか。どうされたのですか。いつもの聡明でお優しい信長様ではないような。もしや馬から落ちて頭を打ったのじゃ。まさか。みんなの名前聞いていい。忘れたのですか。幼き頃から父兄弟として苦楽を共にしてきたこの池田恒興のことを。やはりや頭を。若に記憶がないことが敵国に知られたら、若の命が危ない。何としてでも若を守りしなければ。これは我々だけの秘密、織田家の人間にも決して気づかれてはなりませぬ。若、硯を片手に何を陽気に踊っとるんですか。硯、さあ皆様城でお待ちです。急いで戻りましょう。城、いいね。ちょ待って。